はい、にじみんのキラキラ虹色道場アフタートークスタートでーす。イエーイ、うねたーす。懐かしいよね。乾杯。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。にじみんさんのお父さんから。はい、いただきます。白ワイン。白ワインいただきました。はい、函館の箱って蓋に書いてあってめっちゃおしゃれやんと思って、すごい。いただきます。いただきます。いただきます。どうぞ。匂い甘いですね。え、めっちゃフルーティーなんだけど。フルーティー。あ、飲みやすい。飲みやすい。フルーチやん。めっちゃ甘い。めっちゃ美味しい。思ってたワインと違う。りょうさんのちょっとワインどうかなって言ってたんですけど、飲みやすい。なんかジュースみたいです。甘いですね。果汁グミみたいな。果汁グミ。メロン感がすごい。丸酔いするやつ。あらー。これ赤もあって、白とどっちにしようかなと思ったんですけど、白の方があっさりしてるかなと思って白にして。結構甘い感じだ。美味しい。多分飲みやすいですよね。飲みやすいですね。飲みやすい。ジュースちゃん。ベルチやベルチ。うん。ベルチっぽいよね。それを言いたかった。果汁グミって言ったから、果汁グミは確かにそうだなと思って。私、ベルチは飲んだことないわ。ベルチ。ベルチはあれ、あの、ジュース。めっちゃ濃い。濃いから。めっちゃベルチ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 。これ白だけど、赤だったらもっとベルチ感あんのかな。ああ、そうそう。あれ、我々ベルチ飲まされてるもしかして。ワインじゃない。ワインじゃない。そんなことしない。やばい、よだれべしゃべしゃになるわ。で、ですね、本日ですね、市民から送られて、市民、ハナミンから送っていただいたお菓子を、じゃん、北海道限定お菓子、じゃじゃーん。ありがとうございます。一応抜粋して、なんだこれ、飴せんと、北海道カントリーマームと、とりあえず、あの、ホタテの貝紐をあげました、出しました。これをつまみにちょっと、アフタートークしていきたいと思います。はあ、暑いね最近ね。暑いね。間違いない。最近ね、今日は涼しいけど、うん、なんか暑さったらしめっちゃ汗かきなんですよ実は。今日なんかいやなんか本当に私ここなんか2ブロックにしてて、ここめっちゃ汗びちょになって、子供とかめっちゃ汗かくじゃないですか。なんかあれみたいになって、めっちゃ友達とかに、めっちゃびちょびちょなんだけど、汗かくっていう季節なんですよね。汗かきいます、この中に。でもどうだろう。もう本当、炎天下じゃないと多分汗かかない、ね。本当、あんま汗かかないかもしれない。体だけめっちゃかきます。体だけめ、こっから下、はい、こっから上は全然。羨ましい。メイク崩れなくていいの。女性だったらよかったかもしれない。めっちゃファンデーションよれる。めっちゃ汗やばすぎて毛穴かっ。でもそっちの方が体にも良くないですか。新陳代謝いい方が。本当に羨ましいです。私もめっちゃ悪いんで。そうなの？あんま汗かかないし、もう冬とかも最悪ですよ。もう寒がり。体がすぐ冷えるような感じになってんだ。だからこう汗あんまりかかない分トイレばっかり行きたくなっちゃう。あー、なるほど。出て、あれだ、こっからなんだ。一歩つく。この手、この手あんま良くなかったかもしれない。この突っ込んでるのもちょっと変かもしれないけど。なるほどね。こっち行こうって言われたら、通行じゃないとまずいですよね。確かに。帰ってきたらまずい。やばいやばい。帰、循環するかもしれない可能性も。なんか、じゃあなんかみんなの汗対策をこっそり聞こうかなと思ったけど、みんな思った以上に汗かかない。そんなにかかんない。体めっちゃかくんですよ。体めっちゃかくんですよ。だからもう常にハンカチとか絶対持ってます。ああ、偉い。ハンカチ王子だ。背中と前と。ハンカチ王子。雑に言っちゃった今。ハンカチ王子っすよね。はい、若干ちょうど引退しましたね、最近多分。あ、そうなんだ。プロも。プロ。何して生きていくんだろう。こうちょっと優しい、心配してる。心配で。身内かな。身内かな。コメンテーターだ。コメンテーターやるんだ。すっごい優しいコメンテーター。ああ、そっちはわかる気が。なんか荒川静香さんとかちょいちょいニュース番組でスポーツ解説とかしてますもんね。あ、ね、確かに確かに確かに。襲名すれば
何がですか？ハンカチ王子。あ、新しく。ああ、そう、間違いない。第2の。俺、夏になると、前と後ろに2枚ハンカチ使うんすよね。どうすか？間違いなくハンカチ王子です。ハンカチ王子、それは。ハンカチの CM が来るかもしれない。来るかもしれない。ハンカチの CM って意外となくないですか？今、え、思ったんですか？確かに。今治タオルとかの CM 来たら上々じゃないですか。スポーツメーカーもスポーツメーカーね、飲料とか、え、サッカーの推薦でドラマのあれってなんか聞いた、社長からサッカーの推薦ちょっと待って、語彙がポロポロになっちゃった。この間のなんかドラマがすごいですよね。そうそう、すごいなと思って。え、何の推薦ですか？サッカーできるから。この前の TBS のドラマ。あ、そうです、そうそうそう、いいなと思って。すごい、サッカーできただけです。すごい、でもそれで選ばれるからね。すごいよ。日本代表役です。あ、そうです。すごい。じゃあもうプロじゃん。え？いや、マジで。あ、それはめっちゃ嬉しかったです。みんな普通にできないわけですから。サッカーもユニフォーム着て、埼玉スタジアムっていう。あ、そうですね。あれもほとんどところで。へー、実際のラグビー経験ある人だけ、俳優としてやってて。へー。プロレスラーもいたけど。プロレスラー。プロレスラー？プロレスラー？違う。あの前のラグビーのドラマ、はい、あれに、まあまあ、コンセプトは似てるって言ったらあれですけど、あの、まあ、サッカー版じゃないですか、オールドルーキー、ノーサイドゲームでしたっけ。はい、あ、なるほどね、あ、いいな。すごい。え、ポジションどこなんですか？え、どうなんですか？普段の、その普段サッカーやってる方の。サイドバック、あ、じゃあ結構こういう感じ。うちサイドハーフやったんですよ。はい、サイドハーフと何やったっけな、サイドハーフトップ。個人的には前線が良かったんですよ。はい、でなんか、あ、ごめんなさい。あ、全然学生、高校までやってたんですけど、うん、最初センターバックから始まって、うん、あのそのフォワードの下のトップ下っていうシャドウの位置をやって、うん、で今度サイドハーフになってボランチになって最終的にサイドバックに戻ってくる。大体網羅してんじゃん。じゃあキーパー以外大体やってるって感じですか？大体やってます。いくつからやってるんですか、サッカー出た？8歳ぐらい。へー、長くやってるんだ。10年ぐらい。うわー、すげー。10年サッカーやったらもうプロだ、プロ。うん。特技だもん。すごいわ。もうサッカーかディズニーしか僕はない。いやー、逆にディズニーって気になる。気になる。え、なんかじゃあ聞いてください。ディズニーオタクみたいなこと？オタクなんですかね。なんかじゃあテレビでやってないなんかディズニーの紹介とかできます？なんで？ディズニーランドし、どっちも詳しいと思うんですか？キャラが好き、映画が好き。知らない人よりは詳しいと思います。入り口から一番遠い乗り物って何ですか？どっちですか？ランド。ランドはなかなか難しい。なんだろう、でもあれだと、どっちだろう。あ、多分ガジェットのコースタイル、トゥーンタウンの。あ、トゥーンタウンなんだ。あ、私アリスかと思ってた。え、私あれかと思った。なんだっけ、あのビッグサンダーマウンテン。ああ、あっちはね、あっちは意外と左から行くと近くて、あ、じゃあ奥なんだ、あっちの。多分トゥーンタウンってもともとあの、うん、ディズニーランド日本に設立された時にあそこないエリアだったんですよ。へー、そうなんだ。で、96だか5年だかに詳しすぎ。そう、あの増設されて、なんでまあやっぱ増設されるってことは奥なんじゃねえかと思って今。美女と野獣は？美女と野獣は何ですか？美女と野獣も増設されたよね、最近。あ、そうですね。それはどの辺にあるの？美女と野獣行ったことない。私あっちも遠いと思ってた。美女と野獣も、美女と野獣の位置的に入り口がありますで、こっちにトゥモローランドっていうスペースマウンテンとかがあるエリアがあって、で、その上にトゥーンタウンがあって、その間に美女と野獣。あ、そうなんだ、その辺にあるんだ。あ、じゃあ、この辺だ、この辺。そう、この辺。この辺だ。あ、じゃあ、あの辺と近いの？バーズら辺。バーズ、あ、この、こっちにバーズがある。あ、じゃあめっちゃ近いじゃん。近いです。あ、じゃあこの辺だ。この辺。フランドの地理はなんとなくわかる。ってことはもう、じゃあリョウさんの前だと地図なしでも次ここ行きたいって言ったら OK みたいな、最短コースみたいなのが結構。あ、それだったら全然。それかもしれない。すごい。彼女とかに、あ、じゃあここだよみたいな。いいなぁ。やりたいですね。いいなぁ。ファストパス取っといたよみたいな感じのとかできんじゃないの？ファストパス今ないんですよ。あ、ないんだ。詳しいなぁ。え、でも
レストランとかおしゃれなとか、今日君のために用意しといたよ。やばい、それは。あれどうなんです、カリブのところの。ブルバイユレストラン。聞いたことありますか？一回だけあります。いやー、本当どうでした？よかったです。いやあそこ気になってる、一回も行ったことないけど。あそこ、僕誕生日の日に行ったんですよ。マジの、ド誕生日の日に行って。誰と？友達と。友達と近い。で、そしたら、シールあるじゃないですか、よくある。あれで別にキャストさんとかに僕誕生日って言ってなかったんですけど、うんうん、シールはつけてた？シールはつけてました。あ、なるほど。でコースが、ね、どんどん出てきた時に最後デザートの時に花火用意してくれて、やばい、すごい。1日の終わりにこうパーンって上がるやつ。あ、違う違う、そんな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 ヨウさんの意味というか、ただの勘違い、俺のためになかなか、なんかケーキの上にパチパチってやつ。そんなサプライズしてくれるんだ。じゃあやっぱそのサプライズ、誕生日のサプライズでレストランを、まあ、なんか紹介というかいいとこ連れていくのもそこの方だ、そのカリブの。あ、いや、そこじゃなくても全然どこでも楽しめるんで。あ、いや、そうなんだ、すごい、知らなかった。もう違うこと言ってました。アメ線にちょっと興味を。でもどうなのかなと思って、ちょっといただきます。お、いい音。うん、入ってる中に、せんべい汁のせんべいをアメリ挟んでるやつ。へー、見えるかなこれ。せんべい汁って北海道でしたか？いや、あれ山形とかじゃなかったでしたっけ確か。うん、東北の方だったっけ。食べた断面図見せるのもちょっとあれえ、いただいてもいいですか？あ、どうぞどうぞどうぞ。いただきます。いただきます。じゃあ僕カントリーマーム食べる。あ、どうぞどうぞどうぞ。アメセンめっちゃ気になってる。いただきます。初めて聞いたアメセン。待ってください。じゃあおしゃまんべ限定って書いてある。食べます。どうぞどうぞ。ありがとうございます。なんかね、うん、どうぞどうぞ。これな、八雲町ってなんていうんですか。ヤクモじゃないですかね。ヤクモ町って姉さん足気をつけてください。いいですか。はい。あ、本当だ。おかわりもらってもよろしいでしょうか。店長、店長、店長、おかわりいただいてもよろしいでしょうか。やったー。ありがとうございます。美味しい。確かになんか飴みたいなのが中に入ってる。歯めっちゃ、歯めっちゃ持ってかれそう。なんか、例えるのは難しい。初めて食べる味。難しい味。ごまの感じがすごいいいですよね、これ。ごま香る、うん、出てく感じはめっちゃ美味しい。甘じょっぱくてめちゃくちゃいい。あ、酒に合うかも、この口の成分持ってかれる感じが。お酒とちょうどいい。なんか甘が苦手でハマっちゃう。ちょうどいい。パクパク食べちゃう、これ。これ、おしゃまんべ、おしゃまんべ限定って書いてあるんですよね。すごい、なんか。飴買ってるんでさ。水飴、詰め物とかみたいな。うん。あ、ええー、うまそう。なんか、なんか甘いのかっていいね、これ。うん。カントリーマム、プレーンじゃない。めちゃくちゃね、いい音入ってますね。チョコ、イヤホンで聞いてる。マイクが入ってます。じゃあ、なんだっけ、AMSO みたいなやつ。ASMR。それを楽しんでください。 ASMO とはだから食べよう。いただきます。なんかお祭りで食べれそう。懐かしのみたいなの書いてましたもんね。ドラマンベ限定って書いてあるから北海道行かないと食べれないんじゃないかな。なんかパッケージに書いたんですよね。このエビセンみたいな大きいの欲しい。すごい。すごい汚いけど。ああ、そういう感じ。おお、なるほど。ASMR やん。ASMR やっとる。あ、やっとやっとやった。いいマイクあるからって。美味しいこれ。めちゃくちゃくっついたのが気になる。はい。なめこれ、これ、うまいかんか。
出しもいただいていいですか。でも入れ歯だから、めっちゃ水飴だね。水飴と、お祭りにあるもののコラボみたいな、これこいつもあるよね、お祭りに。あれ、あの、あんず飴みたいな、あんず飴がこれでしょ。あんず飴のこいつもなんかないですか。あ、全部あったっけ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ネズミンパパさん、ありがとうございます。早めいただきます。うるおってしまう。うるおってしまう。うるおってしまう。テカテカしながら帰ってしまう。三茶まで。三茶まで。雨とか？ご機嫌で歩いてしまう。雨が気持ちいいって今夜もご機嫌ないと。ヨーシャンクの、ショーシャンクの空みたいな。めっちゃハリ。いや、もうめっちゃやりたいんですけど。めっちゃハリ。こうやってやりたくなっちゃった。喋るのがすごいあれしちゃう。だって気になるんだよな。気になってますよ。噛めば噛むほどのやつじゃないですか。ホタテ。ホタテの乾燥してるあれですね。いただきます。あ、いい音。絶対美味しいよ。ほぐれた口の中で。うん、ほろほろ。うん、ほろほろ。あ、そんなあれなんですね、意外と。あ、これは酒のつまみだわ。で、いいっすよ。もちろん。いただきます。今のやつですか。いやいやいや。いただいてる側です。いただきます。いただきます。あ、でも、あ、すごい。あ、想像以上にほぐれますね。あ、めちゃくちゃ美味しい。なんか当たり目みたいな硬いやつ想像してたけど、硬くない。パロンってなる。パロンってなる。パロンってなる。なんかちょうどね、小腹空いた時とか食べたい。無限に食べちゃいますよこれ。確かに。この手のやつなんか売ってたりするけど、ちょっと高いから手出せずにいた感じあったんですよね。私ケトジェニック中にめっちゃこういうの食べてました。あー、食べる。スルメとかね。炭水化物少ない系をめっちゃ多い食べてました。うまい。うまね。する。うわうわ、ホタルとワイン食べません。入れよう。だひよこ。うん、日本酒もありそうだよね。ああ、日本酒もいいですよ。そうなんだ。日本酒はいいぞ。日本酒とこれは多分絶対合ってるのは絶対には絶対合ってるのは分かるんですけど、米だしあれ。なんか女子会かね。間違いない。これとハイボールも絶対合うと思う。合う合う合う。これとイカチーズとかめっちゃ合いそう。チーズだから。ワインとチーズで。イカチーズ、これさ、開けたら開けっぱなしになっちゃうから、どうしようかなと思って。全然、あの、ニズビンさんが、あの、たしなんでください。家であれして。家でのたしなみで。堪能してください。堪能した方がいいですよ。みんなで食べたくない？めっちゃ皮赤くないですか？赤くないですか？赤い赤い。赤っ！今めっちゃ熱がありますもん。はい、もうじゃあ顔から今日は汗出るかもしれない。ハンカチ、ハンカチ用意しないと。ハンカチ王子を。3枚目、4枚目本当のハンカチ王子になってしまう。ハンカチ、ハンカチ、今治の、やばいの。僕あれ、マイバスケットのハンカチ。マイバスケット逆にハンカチ売った。顔がこう消えてってしまう。めっちゃ網引っかかってんだけど、口で。お湯をくださいって。そうだよ。でも反応いい方ですね。ワインこれで赤くなるって。確かに。でも大体普通にビールとかでも2杯目とかでも赤くなるんで。赤くなるけど飲める人です。ワインと日本酒じゃなければ。あー、ダメなんだね。あの、上酒、上類酒みたいな。上流酒、上流酒か。が苦手。あ、苦手なんだ。あれ得意？どっちがどっち？いや、焼酎とウイスキーが確か上流酒。ワインもまあ上流してるのもあるけど。焼酎？いや、焼酎。いつも焼酎とかばっかり。あ、じゃあ、逆に上流酒が強いんじゃない？あの、ワインと逆の方。逆の方。こっちはじゃああれか、発酵か、発酵。そうですね、ドイツ人とか踏んでますもんね、こうやってね。日本酒に近い
日本酒に近いな、製法が。ライス。ライス。だから日本酒がダメなんですよね。だって昔ワインも、修道院とかで、修道場の人が裸足で飲んで、で、そのブドウに自分の菌を混ぜて、え、うん、あ、はい、そう言われるとちょっと嫌なんだ。あ、もらっていいじゃん。そういう製法なんだ。今はちゃんと綺麗に。うん。昔はちゃんと足で踏んで、足の菌。菌。いや、そう言われたらちょっと嫌だよね。足の菌。だから、それで味が出る。そうですね。だから作った修道院ごとに味が違う。じゃあなんか水虫とか持ってたら、嫌だよね。あの虫はいいんだよ。でも水虫食ってたかもしれないとか思う。なんで水虫食ってたの？やだー。あたいの足はワインを作るためにできてんだよみたいなこと言う人も出てくるんだ。あ、でも水虫も真菌だから菌。めっちゃ水虫言うな。詳しい。菌詳しい。菌詳しい。やばい、なんかそのなんかちょっとセクシーなメイドっぽい感じの服のお姉さんとかがドイツ人のこうやってスカートの裾をこうやって持ちながらこうやって踏む祭りとか知ってるんですよ。へ、あ、そうなんだ。なんか S 足で、S 足でそのまま、そうなんだ、綺麗なんかな。めっちゃ見ない心配心配になっちゃう。ねえ、ですよねー。え、なんですか？赤赤で大丈夫？あ、全然大丈夫です。ただ赤くなるだけなんで。あ、そうなんだ。だこういう顔になるとお酒それ以上進められるまで。どうですよね。得ですよね。うん、得。あ、まあ、飲みたがいい人にとったら得じゃないけど、あまり好きじゃない人とかはこうやって出る方が。そうですよね。もうこれでもやばいってなるから。え、もういいよいいよ、飲まなくってってなりますよね、歌詞としては。飲み足りない。弱い人。でもまだ全然いけるにはいけるんですよ。ではね、また。ただ、なんかもっと赤くなったらあれかなって。ねえ。失敗されちゃうもんね。なんか。飲みます？どうします？あ、紹介しようかな。早っ。次も赤。あ、赤。はい。お、早っ。白はない。あ、本当ですか？じゃあ赤いただこうかしら。赤いきます？行こうかしら。ちょっともらっていい？赤となんか、ちょっとだけもらいましょう。違いとか気になりますよね。僕もそれがちょっと。え、でも、レズミンさん大丈夫です。お家で飲むよ。あ、ご機嫌に三軒茶屋まで歩いて帰るので。すみません、私たちが飲み散らかして。え、ちょっと、当たり前もいただいて。あ、どうぞ、召し上がってください。どうぞ、どうぞ。かわいいんです、カントリーマームの袋が。見て。え、やばくないこれ。牛めっちゃいいですよね。牛なの。めっちゃかわいい。かわいい。味は北海道ミルク味。ミルク味。濃厚ミルクみたいなやつ。え、ちょっと話ディズニーに戻るんですけど。あ、いいですよ。自分の得意な話、頑張ってください。牛のキャラクターが僕めちゃくちゃ好きなんですよ、ディズニー。ディズニーで牛いる？いるの？で、そのキャラクターがめちゃくちゃ人気なさすぎるんで、うん、ちょっと広めてください。あ、いいっすよ、いいっすよ。やりましょう。そう、牛のキャラクター、何のキャラクターじゃないの？クララベルカウっていうんですけど。クララベルカウ？どこのドイツだ、そいつは。ドイツだ。ちょっと待ってください。あ、こいつです。クララベルカウ。このまま行っちゃっていいですか？あー、やっぱこれか。このまま行っちゃっていいですか？うん。あー、間違えた。ライン来てるよ。ライン来てたよ。あ、見たことあるかも、これ。全然可愛くないじゃん。言うやん。こいつが人気なさすぎて。なんか、普通のなんか、こういう模様の牛の可愛い感じを想像してたの、わかる？こういう模様のなんか、ぬいぐるみチックなお牛ちゃんを想像してたら、キャラクター的な感じのやつね。ガチの牛のなんか、ピンクいやつが出てきたから、ドイツだって。え、ちなみに、クララベルとは何の作品のキャラクターなんですか？こいつの作品、こいつとか言っちゃった。元カノみたいに言うやん。このキャラクターの作品はないんですよ。ないんだ。ミッキーの友達とかで、じゃあミッキーの友達なんか、グーフィーとかと同じような感じ。そうです。ミッキーの友達なの？友達です。どういう経緯の友達なの？女の子。女の子。そうでしょ。いや、私結構その、なんだろう、女の子キャラクターって好きで、動物の。はい。え、じゃあ、ちょっと、
いいかもしんないな、クララベルカウン。いや、これはもう、じゃマジで、このこいつファンいなすぎて、だって6画面にするぐらいだもんね。ちょっとセクシーな感じのキャラっていう、大人っぽいキャラですよ。そのパレードとかで、全然ちょっとしか出てこないんですけど、パレードにいるんだ。見たことはないかも。なんかキャラクターがちょっとなんか音声で話すときあるじゃないですか、その時になんかウフンみたいのをですよね、絶対そういうサブキャラ一度だなと思って。超サブキャラ、でこれを好きになってください。わかりました。もし好きなキャラいなかったら。皆さん、クララベルカウです。クララベルカル。プーさんは見せた方がいいんじゃない？見せた方がいいかも。え、6画面でいいですか？ LINE 来なかったら。クララベルカウ、みんな。待って、前。クララベルカウ。クララベルカウ。あそこの。あ、消えた。消えた。消えたとクララベルカウ。一番、iPhone の画面明るくして。明るくしないと。あ、今消えた。めっちゃ美味しいこれ。そう、このキャラクター。知ってるよ。あ、なんかあんま映ってない。もうちょっとす。もうちょっと。もうちょっと。自動で多分ね。あ、もうちょっと、もうちょっと。あ、これ。あ、そう。クララベルカウ。クララベルカウ。牛です。牛なんで、カウなんです。牛のキャラクター。牛のカウってピンクの皮が角生えてるようにしか見えない。あ、まさか。え、このなんか写真ってアトラクションの写真ですか？これはショーの中の写真。ショーのやつなんだ。ディズニーです。逆に、なんか、その子のグッズとかあるんですか？見たい。それが、あれ今、トラ、ね、牛トラ？トラ年？今ね、トラ年。去年、牛年なんですよ。うん、牛のキャラが他にいないんで、めちゃくちゃフューチャーされて、グッズが。嬉しいじゃん、じゃあ。11年ぶりに出て。買いましたか？あ、もちろん。めっちゃファン。美容オタクやん。え、なんで好きになったんですか、その。クララベルカウ。え、なんか、セクシーだから。その、なんていうんですかね。めちゃくちゃ口悪いけど、なんか、あ、可愛くないじゃないですか。なんか、そこに惚れたというか。ちょいブスモテみたいな。はい。そっち系タイプなんだ。ねえねえ、赤もらって。可愛いですよ。はい。自由ね。みんな自由ね。可愛い。自由ね。ディズニー聞いてあげて。私の友達も。可愛くないだもん、その友達。可愛い目ある。可愛くないですよね。ある、可愛い目ある。プーさん。でも、私の友達も、ジーニーめっちゃ好きなんですよ。ジーニー、ビアコで。リアコって、マッチョっていうか、ジーニー陽気さとテンションと、あとなんかビジュアル。確かに、マッチョ好きな人好きかもしれない。だったらガストンとか。ああ、そうね。人間だからね。あれなんでディズニーランド？ランド、こっちだね。あの、美女と野獣。美女と野獣の。あ、そっかそっかそうだ。ヴィランだから、ガストン。でも、なんかマッチョじゃなくて、ジーニーの陽気さとか、ちょっと、なんか、悪く利用されても、そこでポジティブに生きてる、生きがいがね、いいみたいな感じの、すごい言ってたから、すごい熱弁されたことがあるんですよ。で、熱弁されて。今、ディズニーストア行ったらジーニーのグッズめっちゃあるんで。え、そうそう、ジーニー人気、ちょっと。なんでみんなね、買い占めてると思うんですよ、その友達。なんか謎にめっちゃありました。なんか、オズワルドとジーニーがすごい好きらしくて、オズワルドもマイナーじゃないですか、結構。マイナーだけど、最近人気上がってきた。いや、あれは結構、なんか、耳長いやつ。耳は長い。どんな顔だったっけ、オズワルド。いや、耳長い、ウサギか、ウサギかネズミの、なんか、アイドコみたいな。オズワルドってミッキーマウスができるより前にできてるキャラクターなんですよ。あ、そうそうそう。ミッキーに似たやつか。ああ、権利がどうのこうので揉めたやつじゃん。一回ウォルト権利剥奪されて。ね、ね、そうですよね。だから本当にネズミとウサギの愛の子みたいな感じじゃない？あそこ兄弟じゃないんだ。全然関係ない。結構マイナーなキャラだなって。私はラプンツェルが一番好きで、ディズニーキャラの中で。で、なんか、まあ、ラプンツェル、プーさんが好き。プーさん好きって言ってたから。マリオくんと一緒だ。結構だから、王道ジャンルじゃないですか、割と。結構その、ちゃんとコアな部分で、ジーニーがピンポイントですけど、アラジンのジャスミンじゃないんですよ。ジーニーなんですよ、彼女からすると。なんかその、なんだっけ、か名前なんだっけ
牛の。ああ、くら、くららべる。くららべる。全然覚えられないわ。覚えられない。くららべるがすごいなんか好きっていう熱意って、あ、わかるかもしれない。ちょっと思いながら今ちょっと聞いちゃって。マジで、友達で好きな人一人もいない、ね、いや、多分ね、知っとる人がいないのかもしれない。そうなんか、あ、なんか見たことあるみたいな感じで。こいつ絶対下から食ったと思う。そうそう、多分、知っとる人が少ないかも。言わなきゃ言わないよ。そう。なんかポケット。クラベルカウね、ちょっと注目度上がってほしいですね。上がって。多分好きな人いたらめっちゃ。え、着ぐるみ？間違えた。あのディズニーランドに行ったら会えたりするんですか？全然全然、はい、あ、グリーティングとかで来たりするんですか？今会えない。顔が変わっちゃったんですよ。顔が変わっちゃった？変わっちゃった？あれ、ちょっとそういう疑惑？あれなんかさ、でも整形した？あれ変わったよね、ミッキーも変わってます。ミッキーも変わったし、フェアリーゴッドマザーも変わってます。いや、なんでそこ？トイストーリーのミッキーも、ウッディも変わった。ウッディはこれから変わる。え、でも変わるんだ。ね、顎削るいや、なんかもうちょい人間味がある顔になる。それ成長して変わってるんですか？いや、なんか全体的に海外に合わせてこうみたいな多分あると思うんですよ。あ、でも海外のやつのクオリティ高いですもんね。瞬きしたりしますね、ミッキーとか。え、ね、そうなんだ。あれはなんかすごいなと思って。どうやって動か、あ、いや、どうやって瞬きしてるんだろうって。そうですよ。毎回気になっちゃうんですよ、ね。やばいよ、営業妨害しちゃうよ。うん、軽くなる。ねえ、ララベルが灰色のネズミがパッて歩いてるわけじゃない。キャラメルみたい、最高。うん、よかった。いい感じですか？口がパサパサやしてる。やばー、縁も竹縄ではございますが、竹縄だから。めちゃくちゃアフタートークらしい。アフタートークで確かに、はい、11回目にして初めてちょっとなんかいい感じになったんじゃないですか。いい感じは。お酒飲みながらと本当にあっという間です、ね、あっという間ですね、本当に。楽しく時間が過ぎてしまう。あとなんか、今回初参加の新井さんを惚れたんで、私、個人的には大満足でございます。あら、そんな惚れてないです。まだまだですか？全然まだまだです。じゃあもう2回目、3回目遊びに来てくださいよ。ディグルンで。1回目って思わないぐらいの。うん、確かに。トークめっちゃうまいですよね。今更になってなんかちょっとね。急に褒め出す。急に褒め出した人みたいな感じになってる。めちゃくちゃそれ嬉しいですけど、多分後で見返したら、うん、そんな喋ってないですよ。いや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 。いや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 。初めての人の場に結構まだ話してた方かなっていう。確かに確かに、うん、初めてとかだとやっぱ緊張して萎縮してっていう人は結構今まで多くて、めちゃくちゃ女性の中の一人だから。ああ、そう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 、めちゃくちゃ緊張はしてます、ずっと。全然感じない。そんな感じ見えなかったからねと思って。やっぱりなんかこっちもなんかあんまり緊張感を感じることがなくて気楽に喋れるっていうか、すごいなんかフランクに喋ってる。ファンの方が表情から緊張してるって。さすがファンの。すいません、緊張してないだろみたいな。はい、お酒の力も入ったせいで、おだいぶ緩くはなってる。さすがファンの方だ。酒の力ってすごいんだぞ。怖い、怖いよ。酒の力ってすごいんだぞ。怖いよ、お酒怖いよ。毎日ごきげんに。お酒怖いわ、間違いで怖いわ。じゃあ私ね、はるかさんがもう酔っ払ってんのかなって思った。はるかさんペロンペロンでしょ。あ、全然そんなことない。酔っ払ってやつと言うんだよ、だいたい。知らないよ、知らないよ、酔っ払ってないよ。飲んでても飲んでなくてもこんな感じですよね。多分ね、でも、菊池さんもザルですよね。ザル？ザルって全然褒め言葉じゃないですよ。これちょっとおろいだろみたいな。今日も港区女子みたいな。って港区女子って全然褒め言葉じゃないかもしれない説がある。あ、そうだね。菊池さんは今日なんかキャバ嬢みたいな可愛いなって思って。キャバ嬢も褒め言葉じゃないかもしれない説がある。なんかもういろんな人を敵に回す可能性があって、すごい言いづらい、いろいろな発言が。悪意はないですよ。悪意はないですよ。本当にもう一本って言い出すかもしれないから。もう一本って言い出すな。赤ワインまだ残ってるから。私ってもう赤ワインも飲みやすいですよ、ね。そう、ベルチ、同じベルチ。赤ワインはちょっときついです。きついですか。結構なんかでも渋みが強みですよね。ワイン苦手な身からすると。白はでもめちゃくちゃ飲みやすかった。白よりあ甘くはない。あ、確かに渋みはしっかりある感じですね。重厚感がある。肉食べれるやつですね。わ。
美味しい。美味しい。今ちょっとステーキが、ボリュームに良かった。イタリアンバル行こうね。生ハムとな。生ハムとな。この板いっぱい乗っかってるやつさ。あのステーキをあのちょっとガンガンガンみたいなのつけて。塩とわさびつけて。止まんねえ止まんねえ。じゃあまあこの辺で締めていきましょうかね。はい、本日もありがとうございました。にじみんのキラキラ虹色道場アフタートークでございました。来月9月もですね、上々に頑張っていきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。皆様また遊びに来てくださいね。ありがとうございました。